はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、一次不定方程式を合同式、MOD を使って簡単に解く方法を紹介していきます。まあ、このね、方法をね、知らない人は多いので、もう知ってるだけでね、かなりライバルに差をつけられます。まあ、今回扱う一次不定方程式は、この3つなんですけど、ね、これ解くの結構大変ですよね。一次不定方程式 AX プラス BY イコール C の整数解を求めるためにまずしなきゃいけないことって言ったら、特殊解を一つ見つける、ね、これらを満たす XY の組を一つ見つけることなんですけど、まあ結構大変ですよね。ただですね、合同式 MOD を使ってあげることによって比較的簡単に特殊解を見つけることができるんですよ。ということで、今回はその裏技をね、紹介していきますので、ぜひね、最後まで見てライバルに差をつけてもらえたらいいなと思います。合同式をまだ勉強されてない方は、またね、別の動画でも解説していますし、ゼロからすべての大学に通用する数学力が身につく徹底基礎講座が開講していますので、そちらの方でもね、かなり演習たくさんね、詰めますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それでは問題。次の方程式の整数解を求めよう。まずは括弧1番からやっていきます。11x プラス 4y イコール1。まあ、この程度だったら特殊解はすぐ見つかるね。x イコールマイナス1で y イコール3っていうのはすぐ見つかってしまうんだけど、これをまあ簡単なね、問題として合同式を使って見ていきます。まず着目すべきところは 11x。これって要は言い換えるとね、11の倍数ですよね。x が整数だから11の倍数。で、4y っていうのは4の倍数。すなわち、11の倍数と4の倍数を合わせたら1になるよと、そういうことを言っている式なんですね。で、ここで、まあ、11の倍数に着目するか、4の倍数に着目するかなんですけど、まあ、値はね、小さい方が考えやすい。あまりの種類もね、0、1、2、3の4通りしかないから、4の倍数の方で考えていきましょう。まあ、だから、この式丸々、mod 4の世界に落とし込んであげると。mod 4の元で。まあ、この mod 4っていうのは係数のうちちっちゃい方。これを考えてあげると、11x プラス 4y イコール1なんだけど、まあ、当然、4で割った時の余りは 11x プラス 4y と1は等しいですね。だって同じものだから。ということで、4y が4の倍数だから、ここの部分は消せて、11x と1が方を4として合同ですよと。こういうことが言えると。これが全ての出発点ですね。まあ、ここまでは別に難しくないですね。この式の方を4として取ってあげると、4y が消えますよっていうだけ。じゃあ、こっから何をしてあげたいかというと、目標はって言ったら、11x。まあ、この x の前の係数11を1にしてあげると。x が方を4として何とかと合同ですよと。この形を作ってあげたい。x の前の係数を1にどんどん小さくしてあげましょうと。これがゴールなんですね。例えば、x が方を4として3と合同だったら、特殊解のうちの一つが x イコール3っていうのが見つかって、残りの y もすぐ見つけることができると。まあ、こういう流れ。じゃあ、この x の前の係数11をどうやってね、1に小さくしていくかって言ったら、大きく分けて2つの考え方があります。その二つの方法っていうのが今までの式を組み合わせる方法か、うまく足して割り算していく方法。まあ、この二つをうまくね、まあ、結構適当にノリに組み合わせてあげることによって、まあ、簡単に求めることができるんですね。まあ、具体例。まずは 11x が1と合同っていうところからスタートしていきましょう。まあ、まずね、11っていうのは4より大きいわけだから、これ割り算することができて、11を4で割った時の余りは3なわけだから、3x と1が合同ですよと。まあ、こんな感じで係数を小さくできますよね。で、まずね、一つ目の考え方。今までの式を組み合わせる場合っていうことを見ていきましょう。今までの式っていうのは、要は出てきた式、すべてね、11x と1が合同、3x と1が合同。これを組み合わせてあげると、まあ、かなりね、簡単に求めることができる。この11と3見てあげると、この下の式の方を3倍して上から引いてあげると、まあ、3倍すると 9x と3が合同。で、引いてあげると 2x 合同マイナス2と。こんな感じで係数、ね、x の前の係数小さくできてね。こんな感じでどんどん小さくしていく。今まで出てきた式っていうのを比べてあげて、
あ、2x5 度マイナス2と 3x5 度1使ってあげると、この式とこの式差を取ってあげると、x5 度3と、またまた小さくできて、これで目標の形、ね。x5 度なんとかっていうのを作ることができましたよと。こんな感じで、今までの式っていうのを適当に組み合わせていきながら、あ、どん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 係数小さくしてったら、ノリでね、x5 度3っていうのは見つけることができるんだなと。まあ、こういう流れ。ここまで来れば、ね、x5 度3でもいいし、3っていうのは、方を4とするとマイナス1との合同だから、x イコールマイナス1っていう特殊解を考えると、y イコール3。まあ、もちろん x イコール3だったら、y はマイナス8になるんですけど、まあ、特殊解を見つけることができましたよと。これが、丸1の方法。じゃあ次、丸2の方法を見ていきましょう。うまく足して割り算するってどういうことなんだっていう話なんですけど、まあ、11x5 度1から始めて、まあ、3x5 度1にしたくなりますよね。で、こっから、まあ、この1っていうのは、方を4としたら、4を足したり引いたりしても、当然同じですよね。1は5とね、4足した5とも、9とも、13とも合同と。まあ、4引いたマイナス3とももちろん合同なんですけど、その中で、この 3x の、まあ、係数3で割れるものっていうのを探していきたいんですね。すなわち、まあ、さっき言った中で、この1に4を2回足すと 3x 合同9っていう風になるじゃないですか。 3x 合同9とすると、これ両辺3で割れますよね。割る3ですると x 合同3でモッド4と、まあ、さっきと同じものが出てきましたよと。まあ、こんな感じで、うまーくね、この右辺、あるいは左辺とかに、適当なね、この4の倍数を足してあげることによって、割り算できる何かを見つけてあげる。これがポイントになるわけです。で、ここでね、割り算をするときの注意点、モッドね、合同式の中での割り算っていうのは、注意しなきゃいけないことがあるんですけど、それが何かっていうと、この割る数と方、これが互いにそうじゃなきゃいけないんですね。まあ、この証明は、ちょっとね、今回は割愛しますけど、ここと、この4と3が互いに素でないと割れないっていうのも、ここでね、2x 合同マイナス2っていうのがあるじゃないですか。これ2で割ると、まあ、x 合同マイナス1で、この場合は平気だけど、マイナス2に4足してみてください。まあ、当然ね、マイナス2と2は合同なので、ここから 2x 合同2っていうね、式が出てきちゃう。で、この両辺に割ると、x 合同1っていう、まあ、間違った式が出てきちゃうんですね。なぜそれがね、間違った式を導いてしまうかというと、この 2x 合同2の両辺を2で割ってる。この割る2っていうのは、モッド4の4と互いにそうじゃないから、ね。まあ、最大 5x が2だから、まあ、当然割ることがね、必ずしもできないわけ。こんな感じで4と3が互いにそうであるっていうことを確認した、上で、しっかりと割り算するようにしてあげてください。まあ、こっから先はね、特殊解見つけて、いつものやつをやってあげるだけ。じゃあ、カッコ2番。まあ、これをね、やってあげて、カッコ2番、カッコ3番、実際にやってみると、驚くほど簡単なんですよ。まあ、カッコ2番、35x プラス 48y イコール3。この特殊解求めるのって、結構大変ですよね。まあ、その、順番にね、代入していくのは無理だから、じゃあ、ユークリッドの5乗法を使ってやってあげようっていうのが、まあ、教科書的な考え方なんですけど、じゃあもうこれもね、合同式を使って瞬殺してみましょう。35と48。ね、35の倍数と48の倍数合わせて3なわけだから、まあこれね、35で割った時の余りに着目する。ね、ちっちゃい方がいいかね。モッド35の元で。すると、まあ、この式がね、まあ、合同式で結ばれるようになるわけなんだけど、35x っていうのは無視できるよね。だから 48y 合同3と。これがモッド35。で、目標は何って言ったら、y の前の係数を1にすること。今48のものを1にする。じゃあどうすればいいかっていうと、まず考え方としては、48y 合同3の48が35より大きいわけだから、割ってあげると。ね、48÷35 は1余り13だから、48は13に変身することができますよと。こんな感じ。まあ今ね、丸1の考え方をここから使ってきますね。今までの式を組み合わせる。するとどうなるかというと、13y 合同3と 48y 合同3、この2つの式を、組み合わせてあげるとどうなるかっていうと、
まあ、この式から下の式を3倍したものを引く。ね、13。まあ、48割る13をしてあげると、すごくわかりやすいんですけど、3余り9なわけだから、下のね、3倍したものを引いてあげると、まあ、48割引く39割で9割と。5度、3引く3かける3だから、マイナス6と。こんな感じで、y の前の係数を小さくできるわけですね。で、まあ、これ3で割ってあげてもいいんだけど、まあ、丸1だけを使ってあげるなら、13y と 9y 見てあげると、さあ取ってあげればね、またまた小さくなりますね。引いてあげると、4y5 度、3引くマイナス6だから9と。で、今までの式見比べてあげると、あ、9y と 4y ね。これ2個分引いてあげると、y の前の係数1になりますね。9y-8y になるから、まあ、y5 度、マイナス6-9の2倍。だから、マイナス24と。まあ、法35とするわけだから、35足して y5 度11というふうにしてあげれば OK。こんな感じで、y は11っていう特殊解を一つ見つけることができたから、あとはここからね、x を求めていけば OK と。まあ、こういう流れですね。まあ、こんな感じで、サクッと求めることができるし、もちろん、丸2を間に結構入れ込むこともできます。この9y5 度マイナス6って出た時点で、あ、じゃあ 3y5 度マイナス2なんだと。ね。3で割ってあげるね。で、3で割れる理由っていうのも、法のね、35と3は互いに素だから3で割れるんだけど、まあ、3y5 度マイナス2って使ってあげれば、作ってあげれば 13y5 度3と、まあ、このね、4倍引いてあげれば一発で出ると。こんな感じで工夫してあげることもできるし、例えば 48y5 度3、この時点で割る3してあげて、16y5 度1と、モッド35。この式を連整することもできますよね。で、こっから 16y5 度1と 13y5 度3を使って、3y5 度マイナス2って作ってあげてもいいし、じゃあせっかくなので、丸2だけでうまく処理しましょう。丸2だけで処理する場合、この 16y5 度1の、まあ、右辺か左辺かに35を足したり引いたりしてみて、いい感じの数を見つけていくと。まあ、今回、1に35足すと36になりますよね。これってすごくいいんですよ。なぜかというと、まあ、16y5 度36っていう風に変形できるわけだけど、両辺4で割れますよね。4で割れるな。まあ、その理由っていうのも35と互いに素だから問題なく割ってよくて。すると、4y5 度9という風になる。じゃあ、またね、この右辺9に35をうまく足してあげて、4の倍数になるものを見つけていけばいい。まあ、9に35足すと44になるんで、また4で割れるな、と。ね、4で割ると、y は11と5度と。まあ、こんな感じで、うまい数を、足してあげて、両辺割り算していく。まあ、割る数っていうのは絶対ね、法35と互いの数じゃなきゃいけないんだけど、割り算していくことによって係数を小さくしていく。こういう手法もあるんだと。ね、この丸1と丸2をうまく組み合わせていって、しかも割とノリでね、うん、まあなんか適当にどんどん小さくなっていけばいいや、みたいな感じで適当にやってあげるだけで、特殊解っていうのは簡単に見つけることができるんです。じゃあ、ラストね、括弧3番もやってあげましょう。101x+1001y=11。これも、まあ、101の倍数足す1001の倍数だよね。っていうのを見てあげると、101の倍数に着目してあげた方がいいよね。mod101 の元でどうなるかというと、101x っていうのは無視できるわけだから、1001y と11が合同ですよと。まあ、こういうふうに言えて。で、ゴールはって言ったら、y の前の係数を1にすること。その方法として、まあ、1001とね、101、1001の方が大きいから割り算してあげましょう。1001割る101っていうのは、9余り92っていう風になるわけだから、これね、1001っていうのは92に変身させることができますよね。こんな感じで余りに着目して92に変身することもできるんですけど、92と101見てあげると、もう一回ね、実は101を引いてあげる方が扱いやすいんですよ。さらに、92の部分を101引いてあげると、マイナス 9y と。マイナスを使ってあげる。まあ、引きすぎちゃうってことですよね。この1001から101を9回引いたら92が残るわけだけど、引きすぎて10回引くとマイナス9。まずよりね、小さい数になりますよと。まあ、こっちの方が扱いやすいよね。
じゃあ次に何をやるのかっていうと、まあ、このね、今まで見てきた式 92y 合同11と見比べてあげて、あ、これね、下の式を10倍して、ね、マイナス 90y にして足すと、y の前の係数2になるな、みたいな感じ。下の式10倍して足すと、2y 合同110+11で121か。まあ、こんな感じになって、まあ、モッド101なわけだから、121を101引いて20に変換してあげると、2y 合同20なんだから、これ割るにすればいいよね。割るに。両辺割るにして、まあ、モッド101ね。101と2は互いに一緒だから、割るにすることができて、y は10と合同ですよと。まあ、だから特殊解のうちの一つ、y イコール10っていうのが見つかって、あとはね、ここに代入すれば x っていうのはすぐ見つかるわけです。よろしいですかね。まあもちろん、今こんな感じでざっくりやってったわけだけど、いろんなね、別の方法もあって、例えば -9y 合同11、このね、11に101を引いてあげると、101引いてあげると -9y 合同-90っていう風になって、ここから9を割る、-9 で割ることによって y 合同10っていうのを導くこともできるし、あるいは最初のね、時点 101y 合同11、この1の位に着目してあげると、1と1だね。で、モッド101。ということは、101を1回ずつ引いてあげると、どっちも1の位0になるんですよ。まあ、両辺から101を引いてあげると、どうなるかというと、900y 合同11-101で-90と。ね。こんな感じで、両辺90で割れるようになると。90と101は互いにそうなので割ることができて 10y 合同-1 と。まあ、こんな感じになる。まあ、あとはね、-1 に101足してあげれば、まあ、100になって10で割れるようになりますよね。まあ、もちろん101足してもいいし、 10y 合同-1 とこの -9y 合同11を足してあげて作っても OK。 もうだからいろんな作り方ありますよね。とにかく大事なことっていうのが、今までの式を適当に組み合わせる。ね、作ってきた式っていうのをちゃんと残しておいて、あ、この式とこの式組み合わせたら、より係数が小さくなるな、っていうことを繰り返してあげるか、はたまたうまく足し算して、あ、両方とも何の、何かの倍数になった。だから割り算できるよね、と。まあ、その時の注意点は、法のね、部分と、互いに沿っていうことに着目しなきゃいけないんだけど、そこの部分さえ、しっかりとクリアできてれば、どん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 係数を下げていくことができる。この丸1と丸2をかなり適当に組み合わせて、ノリでね、どん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 係数を小さくしていくだけで、この特殊解っていうのを見つけることができるわけなんですよ。このね、まあ、裏技みたいなね、方法を使ってあげると、かなりね、周りの受験生に差をつけられるので、ぜひね、この動画を通して、その合同式を使って一次不定方程式を解く方法をマスターしてもらえたらいいなと思います。今後もこういった力になる動画をたくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。